という形態ですあの先生私はあの車派なので、うん、まあ、ちょっとあまり気にしてなかったんですけど、はい、まあ、友達から聞いてあのコロナ禍で自転車に乗る人がねすごく増えたじゃないですか、まあすね、それであの車から見るとさ結構怖くて、うん、この携帯をいじったり音楽聞いてるから前の音聞こえないとかってまあそういうな,なんだろう いいるじゃないですかたくさん自転車を乗ってる人にね結構怖いなって僕もそう思いますけどね。でねその自転車も車と同じように自転車保険が義務化されたっていう話を聞いたんですけどはい、はい、じゃあその。 自転車保険って何がいいどこがいいっていうのをもしあったらちょっと教えてください僕も車派なんであの自転車乗ってらっしゃる方がまあ、ね、周りにいると本当いつもヒヤヒヤして、うん、できるだけ避けて走るみたいな感じになってますけど。 もともと僕はだから、まあ、別に自転車も別に乗るし昔はバイク乗ってたから、うん、まあ全然その車両感覚みたいなのは分かるんで、はい、だから注意して走りないとねってい,いつも思ってることなんですけど、うん、あのただ本当にダメな人逆走とかね、うん、あとライトつけてない人ライトつけてないの本当に実は車がかするとめっちゃ怖くて突然現れるみたいなあとこの前あったのはこう対向一車線ずつで こ,うこっちが渋滞してるでここからおばちゃんが自転車で出てきてでも向こうから車来てるの見えてるみたいな<ー>思わず出てたらアウトですからんかそういうのはやっぱり怖いんでだめダメだということをちょっと意識してもらうような行動は取るようにしてますけど、はい、今さ<で>車道にさ自転車のレーンができたじゃないですかあれになってからも余計怖くないですか 車道走るのしょうがないんだけどうん、うん、まあそういう愚痴のドライバーとしての愚痴の話はちょっと置いといてじゃあ自転車保険の話ですけど <laughs>、はい、まあ自転車の保険っていうのは、うん、あの昔はね実は保険屋さんが自転車の保険に入りたいんですけどああチャリそうねって言うから何すかそのチャリそうってって聞いたんですけど。 チャリ荘って実は自転車総合保険みたいな自転車のいろんな事故とかを含めた保険の名称で自転車総合保険という言い方をしているそうでだからな俗にチャリ荘みたいな言い方を してたそうなんんででですすけけどどどじゃあこっ話まあ一昔前で言えばねそれはもう自分とこに来てる保険会社さんとか車の保険会社なんかどこそこ保険に入ってるからじゃあ自転車も乗るんで入るよとか共済とかもあるからねまあそういういろいろ入るとこあるんですけどただこの番組は携帯使用税でございますのではいなのでキャリア関係でいけるとこをちょっとご紹介したいと思います。ではい まず、えー、ドコモさん、ドコモさんちゃんとなんと NTT ドコモドコモサイクル保険というのを実はサービスで提供しております。<う>でまあ、月額は、まあ、ちなみに個人、夫婦、家族というです、ね、3パターンのプランがあるんですけど、うん、510円、700円、ね、900円と。<う>まあ、保証は 東京日どこも探しきってるわけじゃなくて仲介して実際のところはまあ、えー、保証は東京海上日動が、まあ、していますというところで、まあ、賠償責任最大5億円とか死亡行為障害保険金額最大550万円とか入、はあ、保証金が日額3,000円とかそれこそさっきの話じゃないけど自転車乗って何か例えば。 え何でしょう僕の黄色いカウンタックに突っ込んだんであれはもう大昔のだからものすごく高いんですよはい修理代も含めてはいじゃあ請求は2億円でって言った時にはこれだったら出るっていうまあ,ま,あまあ出るかどうかはまあ保険会社は判断するんですけど一概に言えませんがまあそういうことも含めてのもので出してらっしゃる。のの他社もそうなんですけどドコモのサイクル保険まあこれ実は 何,何がいいかと,いと支払い方法が要するにドコモの月々の携帯電話料金と合算ですと払い忘れるとかそういうのはないのとまあまあもうちょっと今月,からや今月から自転車ちょっともうちょっと乗らないしみたいな時はまあじゃあやめますとかもできるしまた入りますとかもできるんでそこら辺の,こう運,用のこう運用の簡単さっていうのが一応まあいいとこか,かなと思いますね。 あののやってますねここであのバイクルとバイクルベストバイ,バイシクルじゃなくてバイクルっていうんですけどバイ,バイクルとバイクルベストっていうサービスで提供してるんでここはやっぱ同じように保証はいろいろあるんですけど、はい、ちょっと面白いのは、はい、えっといわゆるまあ初は車に乗るから分かると思うけど。 ロードサービスありますね。はい、あります、ね、保険に大体ついてますよね。はいはい、なんとこのエーソンプのバイクルバイクルベストんですね。ロードサービスがついてます。うん、だから自力走行が不可能になった時に、うん、自宅からの要請であれば50、うん、あ自宅以外ですね自宅以外からの要請であれば50キロまで無料搬送してくる。うん、例えば僕がえっと何でしょう例えば僕が世田谷ですから世田谷か東京の世田谷から、はい、まあ例えば東京千代田区神田神保町までに自転車来ました、うん。はい。 やーべえなんかこうここ壊例えば車輪が壊れちゃったとかた動かなくなっちゃったって言ったら英雄で、うん、すいませんっっ」あの家まで持ってってくれませんが、うんはい上がりましたっつって、うん、でも持ってってくれるっていうことができました。なるほどちなみに呼び出しをこう、ね、その労働サービスを呼び出しをお願いする時はまあこれは普通の、うん、なんだろう 車の保険でも当たり前っちゃ当たり前なんですけどで位置情報を取って私はこここにいますこれは僕今世田谷で神田神保町世田谷から千代田区の神田神保町って言ったけどそうじゃなくて例えば世田谷から山梨県の道志渓谷に走りに行ってるんだけど <laughs> そこから帰りますみたいな時だと、えっと、周りにすみません電話もないし駅もないし僕は私はどこここは誰状態になっちゃうんでそういう時には GPS で,ではい大丈夫みたいなことはできる。 一応ロンドサービスは年四4回まで追加料金なしと。うん、で auid と連携して、えーまあ、申し込みできるし、えー、いわゆる au の、えー、料金と払う一緒に払う、うん、いわゆる au うん、うん 簡単決済も利用可能でこれもやっ,ぱやっぱ同じように本人タイプ家族タイプ本人親族タイプっていうのが用意されてまそれぞれ340円680円570円っていうふうになってます。あと保証の、まあ、手厚さ保証金が高いですよ安いですよって、ね、一応3つぐらいコースがあってブロンズシルバーゴールドと。 いずれも月払いだけじゃなくて年払いも利用可能だしな、ね、ちなみにあの2年契約っていうのもあるそうなので、うん、まあその辺はさすが携帯電話会社かなって気は、ね、しましたが <laughs>、はい、まあお子さんとかが入るんであればそれでもうまとめて今年1年間あなたは高校に行くのにずっと自転車乗るんです、うん、じゃあ年,年払いでっていうのはありかなという感じです。 えー、自動車安心保険というのをソフトバンク簡単保険サービスの中でやっています。<お>これは最大3億円の個人保証に加え日常の賠償保証、うん、日常で例えば何か、うん、なんだろうな何か,か歩いてて誰かにぶつかっちゃって何か,てか,なん,かなんか壊しましたみたいな話とかも一応まあやります。うん、高級な ウイスキーを持って歩いてる人にハツがスマホいじってたんでパンと当たっちゃったらんか「ウイスキーが割れちゃった」「割れちゃったね1本5枚もすんだよお前」みたいな話になっちゃった時には「すいません」みたいなことはできるということだそうでこれあくまでも例え話ですよで交渉に関して時短交渉に関しては一応専門スタッフが対応してくれるし保証の手厚さによってしっかりコースとちょこっとコースっていうのが一応あるそうでこれもやっぱ同じように本人型夫婦型家族型があります。 ここはちなみに、えー、ソボジャパンさんが引き受けをしていますそしてソフトバンクさんといえばで、はい、もう一つ皆さん身近に使ってらっしゃるのが PayPayPay、うん、はコロナの時にもコロナ保険みたいなコロナに感染し,あの感染して何かしたらあの見舞い金出しますよみたいなのやってましたけども、うん、同じようにしてやっぱ今も PayPay 保険で安心自転車っていうのをやってます、うん、でこれは PayPay の残高で払える。 で保険加入によってペイペイポイントも貯まります。で手続きもなんとペイペイのアプリ内で完結します。だからまあそういう意味で言うともうペイペイお使いの方はもうあの普通にここでもう全部あ,あそうか自転車そうかじゃあまあ危ないか入っとくかってんでまあ、そこでもう全部手続きはできちゃうということなので非常に簡単と。でまあ保証内容はそれぞれ見ていただきたいんですがお手軽プラン一番安いやつでなんと140円です。 <安> <laughs> で基本プラン180円安心プラン250円ってことなので<ー>まあかなりお安くなっていると<ー>ただまあ保険は基本的にお値段が安いってことは何かしらのものは 聞かれてるのでそこはだから皆さんご自身で見ていただいて判断してください、ねうんうん、というところで、はいえー、どこも au ソフトバンクペイペイときましたけど、はい、まあここは一つフォローしとかんといかんなと思うのが第4のキャリアでございますんで楽天さん、うんうん、楽天さんは、まあ、いろんなあの楽天市場以外にも、ねえー、楽天銀行、ね、この前上場しましたけど、うんはい、楽天証券もあるし、はい、当然楽天カードもありますし、はい、いろいろあるんですなんと。 楽天損保保というです、ね、保険もやっております、うんうん、そこで自転車保険がありまして、はい、これはあの、まあ、楽天さんなんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどうん、うん、保険料の1%が楽天ポイントで貯まる、うん、で楽天カードで支払える、まあ、そりゃそうだなみたいな感じがするんですが <laughs> でさらに楽天カードで払った場合はさらに1%分のポイントが貯まるということで,、うんでえー、さらにたまった楽天ポイントで保険料を 支払うことも可能<ー>でその支払う時の楽天ポイントは楽天ポイントでよくあるあのいわゆる期間限定ポイント。はい あの今月中に使っ、ね、使ってあれも使えます保険料は年額3,000円とかで、まあ、同じようにしてやっぱり個人プランカップルプランファミリープランっていうのが用意されてるんで、うん、まあ楽天経済圏の人にとってはこっちの方がとっつきやすいかな、うんうね、って感じはしますし全体的に見るとやっぱりねその個人プラン夫婦プラン家族プランっていうのはこ,、うん、これをどう選ぶかっていうのが一つポイントかなと。うん、だからもうあの皆さんん家族全員みんなあの 自転車に乗りますとかっていう時にはやっぱ家族プランとかを選んでいただいた方がお得かなと思います,す、ねうん、という感じでございました。はい。いいですね。どうですか。かまあ自分のあったところで入る。うんうん 私はどこもですしキャリアだったらで楽天カードも持ってるしだからそれでそのどっちかみたいなそうう感じですだからまあそれぞれの皆さんのキャリアもしくはその決済サービスを利用してるのでちょっとこう考えていただいてペイペイの人はやっぱりペイペイの方が楽だろうし楽天カードの人は楽天損保の方が楽だろうしそれぞれ au どこももちろん選択肢としてはあると思いますので是ま自転車保険ちなみに自転車保険さっき 義務化って話しちゃったでしょ、うん、これね実はね、はい、なかなかですね、はい、その義務化っつうのはちょっとね、うん、なかなかちょっとトラップなんですよこれちゃんと最後に言ってきましょう,う、はい、実は義務化をしているのは各自治体が決めています、うん、要するに都道府県とか、うん、東京都は義務化されてるんですけど例えばされてない 県も今なんか一応国土交通省の資料によると39都道府県が一応義務化されてるそうでそれ以外のところはまあ一応任意というか努力義務みたいな形で、ね、ヘルメットと同じ,と同じだね。と、うんうん、いうことになってるんでだからまあその自分とこの自分が住んでる自治体もしくは自分が自転車で行き来する自治体のことを考えて入るかどうかを考えた方がいいんだけど。うん ただやっぱり正直なところ事故は結構多いのとで自転車は弱者側だからって言うけどまあさっきのカウンタックの話ではないですがまあお店に突っ込んじゃいましたとか,なんか逆に自転車で人に引っ掛けちゃいましたとかそれが例えばまあ相手がよりでかいその何車とかトラックだったら自分が負けるかもしれないけど相手ベビーカーだったらもっと怖いことになっちゃうんでまあそういうことを考えると一応保険が 入っておいた方が、ねね、僕は安全かなと思います。乗り物は入った方がいいね。それはもちろん。ね、もう車はもう僕はもう必須。まあ共済とかで安くする手もありますから、うん、ぜひそれも含めてね。はい。あの<は>入った方がいいと思います。いや絶対それは思った、はい。ということで皆さんお手軽に入れるうん、うん。はい ぜひあの自転車保険ご検討いただいて <laughs>、はいえー、安心して、はいえー、自転車を楽しんでいただきつつちなみに自転車で走りながらスマホをいじるのはやめましょう,う危ないですからねここに固定するぐらいはマップを見るのに固定するぐらいはありですけどとにかく気をつけて、えー、乗っていただければと思います。はい